日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらセブンイレブンのオリジナルブレンドコーヒーを飲みたいと思います。コンビニのこういうコーヒーで、こういうつまりドリップして入れるコーヒーは初めて飲むんですけど、どうかな。まずは中身を見ていかないとね。はい、入れ終わりましたよ。中身を器に、というかタッパー、ジップロックにね。こうではこれを早速ドリップしてきますので、少しお待ちください。入れ終わりました。色ですね。しっかりと黒く抽出することができました。では早速飲んでいきますね。いただきます。なるほど。これがコンビニオリジナルブレンドコーヒーの味ですか。〇〇はきつくないんですけど、なんて言ったらいいんだろうな。朝よりも午後飲みたくなるようなコーヒーですね。なんだろう、うわっっていうような、目がパチッと冴える味わいはないんですけど、その代わり、どこか心安らぐ、落ち着けるような、そんな気がします。ぐいぐいぐいっと飲みたくなる味ですね。スイーツのお供にもぴったりなので、あなたも飲んでみてはどうでしょうか。あ、ちなみに今回ちょっと新しい三脚また買ったので、それをテストしてますので、からこんな角度になってます。で、それは言う必要なかったかな。レビューはこの後すぐ！ごちそうさまです。飲んでみた感想なのですが、いわゆる苦味はほとんど感じなかったですね。それよりも酸味とその後を追いかけてくるので、ほのかに甘みがあって、朝、うわって言って気合を入れて飲むよりは、ちょっとほっと一息つきたい時に一杯入れて飲むのに適したブラックコーヒーになっていると自分は思いました。酸味もそこまで強烈ではない。なんか強く主張はしてこないんですけど、じわじわと後から心に染み渡ってくるような味がしますね。なので、まあ午後に飲むのは抵抗あるかもしれませんが、ケーキとかを一緒に置いてティータイムならぬコーヒータイムにするのが一番おすすめの楽しみ方かなと自分は思いました。今日飲んだセブンイレブンのオリジナルブレンドコーヒーは自分の中では4点とさせていただきます。もうちょっと苦味があった方が目は覚めるかなと、自分の求めてる味に近いかなと思ったので、まあ、この辺りはお好みかなというわけで、今日はこちらのセブンイレブンオリジナルブレンドコーヒーを飲んでみましたが、あなたは飲みたくなりましたか？もし飲みたくなったら飲んでいただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。で、日常演舞の筆頭となって本日の演目はここまで。また次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。